たちからの質問でめっちゃ多いやつ、これ。セックスするのにペニスの長さは最低何センチ必要ですか。男子はね、このペニスの長さとか太さめっちゃ気になるんよね。はい、女子にはよくわからない世界なんだけど、男の子はものすごく気になるみたいです。医学的には、専門的にはね、ペニスの長さっていうのは、勃起してる状態でね、4センチメートルっていうのも、このもん4センチあればセックスも射精もそして排尿も全部支障はないっていう風に言われています。逆に言うたらね、4センチ、勃起して4センチあれば、女性が、何これっていうことには別にならないし、女性を悲しませることにもならないと言われています。あのね、なかなかね、上から見るからね、ちっちゃく見えんねん、あれ。で、測るのもめっちゃ難しいんですよ。勃起した状態で4センチ、こんだけあれば十分です。